見ての通りウクライナ危機のエスカレートによって中国とロシアの関係が微妙に変化しているのですこれまでは中共側はロシアを縛りたかったのですが今ではロシアに縛られてウクライナ危機に深く関わることになるのを恐れています中共がプーチン氏のご機嫌を取ろうとする最大の原因はロシアと手を組んで既存の国際秩序を覆すためです もしロシアがウクライナへの侵攻で制裁を受けた場合、ロシアの制裁回避に協力した国や企業等は、二次制裁の対象となるとアメリカは以前から警告していたので、もし中共がロシアを支援せず、対岸の火事とただ眺めていたら、中ロ関係は悪化し、中共はロシアという同盟国ではないが、同盟国より勝る同盟国を失うでしょう。